はい、えー、お疲れ様です。FTX の破綻に関係した、なんか事故が結構起きてるみたいですよね。で、ツイッターで FTX 事故と検索するとですね、いやー、なんかね、一般メディアに出てこない情報が生々しく出てくるわけなんですよ。えー、こういうふうなあ投稿をしてくださってるかと思います。めちゃくちゃ電車が止まっている理由はこちら。世界2位の仮想通貨取引所。 大手のの突然の破産日本でいうところのメガバンクが突然倒産したといえばやばさが伝わるでしょうかしかも預かった客の金を使ってレバレッジかけて取り引していたと中には4億円失った人もいる様子ということですねでえー、いろんなところでね起きている電車の事故で運転見合わせのニュースが乱発してますこれ全然一般メディアに出てこないですしヤフーのトップ記事ですら出てこないですよね で、FTX で起こったことはすぐ単純なことで、FTX は100億ドル、約1.4兆円の顧客資金をトレーディング部門のアラメダに貸し出し、アラメダはそれにレバレッジをかけて取引を始めた、結果破綻して返済不能になったと。うん。そういうことも書いてますね。ああ、意味はよくわかりますよ。で、次、ダテメガネさん。電車での人身事故を多発、おそらく FTX 倒産の影響ですね、と。2017年もたくさんありました。 FTX ジャパンなら帰ってくる可能性もあるので、気丈に待ちましょう。あでもまあ、これもなくなりましたね。はい、ダイヤが乱れています。週明けもやばそうということで、電車が止まりまくってます。うん、イーロン・マスクさんが何か言ってるんですかね。債、え、権、ー、者10万人以上を抱える仮想通貨取引所大手 FTX 経営破綻。うん、負債総額数兆円規模というね。いや、これはもうどうにもならんでしょう。 うんまあ、こちらの方にも FTX の CM で出ている野球選手がいますねあこれもなんかね黒歴史になっちゃいますねはい本日事故が多いのは FTX 破産 FX 円高岸田総理の増税発表による絶望感うんなるほど三重苦ってやつですね確かに 京京線と山手線の人身事故。土曜日の朝なのに人身事故多すぎと、うん。今日は事故が非常に多いと。ドル円の急落、FTX の破産が背景のような方間違いないと。う,ん、うん深刻ですね。だから、投資はね、こう死人に夢中打つようなことを言うようですけども、投資で失敗して命を失うような状況になるような投資はもう投資じゃなくてギャンブルですよ、これは。 うん、こんなことにならないですからね、投資をちゃんとやってれば。うーん。どうなんでしょうね。まあいろいろとツイートを見れば個人的な意見の集まりですからいろいろとあると思いますけども。いやーまあでもね、本当に投資は余剰資金でやるべきですよ。10秒後に亡くなっても構わないお金でね。投資は人生をかけるようなそんなものではないですからね。